知れば知るほど好きになる世界卓球キュンクイズ。キュンクイズ。続いては卓球のマナーについての問題です。卓球はマナーを重んじるスポーツのため、はい、相手を挑発する行為は禁止とされています、そんな中2015年の世界卓球で優勝した中国の選手が優勝を決めた瞬間あることをしてしまい非難を浴びました。さてその選手は何をしたでしょうか。中国の選手、際どい質問ですね。際どい質問、どの辺が際どかったんですか。いや非難を浴びるっていうことはそれなりのことをされたってことですもんね。そうですね、いいとこついてますね。まあいいことではないというのは間違いないでしょうね。ただやはり優勝した直後ですからやっぱり興奮してるじゃないですか。で本来はそんなこと絶対しないけどもやっぱりこの優勝した後で感極まってちょっとしちゃったみたいな。高ぶってやっちゃった。はい、斉藤さん、なんかあのラケットで見せつけパフォーマンスみたいな、なんかうぇーいみたいな。なんか非難を浴びるとかどこでしょうか。違うか。はい、はい、高橋さん、嬉しさのあまりラケットを投げてしまった。ラケットを投げるっていうのは、まあ、多々あったりするんですよ、海外の選手とかで。なるほど、結構レアかもしれないですね。結構レア。はい、はいはいはい、富田さん、トップスを脱いだ。トップスを脱いだ。ユニフォームをバーって脱いだんですね。あ、これはですね、あの2011年ですね、優勝した選手がユニフォームを破り捨てて、うわ、めちゃくちゃ問題になったっていうのがありました。じゃあ半分正解。キュンですね。キュンキュン。キュンやった、すごい。やった。はい、あの真ん中の網あるじゃないですか。はい、真ん中の網を破いて暴れた。ネットのことを網っていうのやめてください。ネットですね。真ん中の網を破いた。まあ、その何かを破損させたとかではないですね。壊す系じゃないんですか。はい、壊す系じゃないです。優勝した本当にその瞬間です。その瞬間。優勝した瞬間なので。場所が結構重要ですね。場所はい、はい、東村さん、卓球台に飛び乗ってしまった。お、卓球台に乗ってしまった。ありそうって、ありそう、スタッフさんがおーって言ってる。お、東村さん大正解です。こちら映像あります。はい、見てください。これ優勝した瞬間、世界で1位になった瞬間ですからね。世界1位ですから。そしてこの上から見せる。上から来ちゃう。ちょっと上からするとね、やっぱ負けた選手はいい気はしないでしょうね。負けた選手びっくりしてないですか。まあこのように卓球界ではですね、挑発的な行為が禁止されているため、相手に向かってガッツポーズをするのもタブーです。卓球界でもダメなんですね。はい、なので試合中の選手をよく見るとですね、みんなこう相手から視線を外したりとか、確かに、確かに、後ろを向いてガッツポーズしてますね。そうなんだ。そうなんですよ。へえ。ちなみにですね、男子のエース張本選手、はい、このガッツポーズですね、特徴的で大きく腰をのけぞらせて雄たけびを上げます。今大会も見られるはずなので、ぜひ注目してみてください。56年ぶりの全種目メダル、そして金メダルへ。世界卓球5月21日から連日生中継。一緒に照らそう世界卓球全力応援。